うんまこの回しはガチでうまい回しです。これはやばすぎ。グレ打ち込まれてるって。打ち込まれてる。あーん。なんだかんだ言ってやっぱゼネアッタ勝てるな。勝てない時がなんかもうおしまいなんだよな。ゼネアッタって絶望感すごいんだよね。アナとか使ってるより。リック対応してから。まあなんか雑談する暇が増えたね。暇な時間が増えました。ニーグリックしてるとやっぱりすんげえ狙わなくちゃいけないから気分が張ってる感じだけど、左クリックだとまあ適当に相手のいるところに狙えばいいんで。あマジの話するとあれじゃない、やっぱ左クリックで頭当てれば。ニーグリックでさ弾無駄になってるじゃんこれ。なんて言うんだろう、左クリックで頭当てれば3発ぐらいで倒せたりするけど、ニークリックで2発分ぐらい多分これロストしてるから、まあ左クリックで頭当てた方がいいかなってるのと、あとやっぱオーブの付け替えができるのはいいね。当然だけどその分の DPS 分だけ活躍の余地はあるかもしれん。ただワンピック取りづらい。まあそれはだから左クリックで取れってことだね。取れ左クリックで。チャージに頼るんじゃねえ。パラダマジマーシーゴッド、ありがとう。やばー、うわー、もうやだ。ファラに後ろにされるのやだ。マジでやだ。もう俺ファラ苦手、無理。もうあいつ砕け散ってほしい。誰かあいつを落としてくれ。やばすぎ。グレ打ち込まれてるって。打ち込まれてる。あーん、どうよし、おれよーし。あーあーあー、ファラがやばい。
ゴリラ、内部してきたゴリラですね。さすがに手前にいる方から処理しないと無理だね。目の前にゴリラいるのにファラー撃つのはちょっと無理だと思います。うんまこのマーシーはガチでうまいマーシーです。これは本物のマーシーだ。マジで本物のマーシーだよこれ。マーシー本人がプレイしてる。マジですごかったな、マーシーオブマーシーって感じだったね。味方のねタンクとかがめっちゃうまかったから、あんま被弾もなかったし強すぎでした。VR マーシーってこと？オーバーウォッチ VR あっても全く流行らなそう。もうその時代のマーシーとは違うんだよな。変わっちまったんだもん、マーシーは。俺の知ってるマーシーじゃないんだ。あの時のマーシーマジで OP だったよ、ね、今考えると。これ当然だろ、どんだけエイム練習したと思ってんだ。そこだ俺おれおれおれ、ああIt's all about humanity.